皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テルミの歌い方講座の時間となります。今日ご紹介するのはミスターリュウコさんの新曲なんですけど、久々でございますね。発売日が4月5日になっております。4月5日発売になっております。タイトルは京都の街からもう一度、京都の街からもう一度。今回は作詞は水木玲治先生で、作曲は岡千秋先生、編曲は南郷達也先生、ベテラン級のベテランの方々ですね。で、今回は78回転の3連符のリズムになっておりますんで、しぼんぼところをしっかり踏み込むような感じの歌い方で、してくださればいいと思います。とうとうと歌うっていうよりもこうアクセントをしっかりこうね作りながら歌ってくださればいいと思います。じゃあ京都の街、私もまだ京都行ったことないですけども、昔あったかな、はい、高校の修学旅行以来ですけどね。じゃあそれではワンコラスをね、スリーコラスございますけど歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。キーの方は原曲キーでいきます。もともとね、ミスターリコさんはキーが高いですよね。大体アーティストはみんな高いんですけれども、水に流した
日の淡い雪花首、ここはちょっと四分間、頭の四分間ちょっとこうつくようにしてアクセントつけながら、あの日の淡い雪、この歯のとこ、花吹雪、あの同じ日の淡雪って言わない、上がります、淡雪、これこうで歯のところをつくようにして、花吹雪、花吹雪ね。じゃあここはちょっと音程をね、はい、あの日のね、あの日の淡雪、花吹雪ね。でそれから本当にいろいろあったけど、この辺からちょっと音が徐々に高揚してきます、強くなってきますから、まあ全部はまだ穏やかですね。本当にという、本当に、本当に、いいで強めに、いろいろ、いろいろ、あのとこもつくようにして、あったけど、あったけど、と伸ばしますね。こう三連符のこうリズムに乗せながら母音化して、ね、本当にいろいろあったけど、どうす今日きっと今度は、ここちょっと高いですね。ここの木っていうのは大体この高い一番ドの音でね、一番高い位置です。きっと、
淡々となるような感じですけど、さりげないっていう言葉なんでしょうかね。じゃあそれではフルコーラス参りましょう。特別ちょっと音の、あの言葉の違いはないと思いますけど、まあ言葉違いますけど、この楽譜との譜面との送りがね、ちょっと違ったところはあまりないですけれどもね。じゃあ行きます。ありがとうございました。